どうも黒さんです。今日は井上博之さんの努力の選び方という本をご紹介していきますこの本は本当に僕感動して泣きそうになりましたその一文をお話ししていきます <music> は最高の恩返しになるあなたの大切な人を一人頭の中にイメージしてみてください努力を重ねることはあなたの大切な人への今までの恩返しになりますあなたを支えるために時間と労力をかけてくれた人が必ず一人はいるはずです努力を重ね成長し結果を出すということはその人を喜ばせる最高のプレゼントです僕もこの一言にすごい泣きそうになりましたっていうのも僕は中学で不登校になって義務教育は14歳でリタイアしましたさららに25歳から実家で3年以上引き込む 思ったんで本当にに僕は家族に迷惑をかけ続け続たんですよその中で、まあ、僕が定期的に YouTube 配信したり電子書籍を出版したりしてるのはの迷惑をかけ続けた家族に元気な姿頑張ってるぞっていう姿を見せたくて自分なりに努力をしてるんだなってこの本で気づかされたんですね。 なのであなたも努力してたり自分なりに一生懸命になってる時は大切な人誰のために頑張ってるんかなってちょっとイメージをしてみてください結局人っていうのは誰かのためだったり社会貢献とか誰かの役に立ちたいっていう気持ちは誰でも持ってるので努力するときは大切な人って誰だろうって一旦考えてその努力をしてみてくださいご視聴ありがとうございました このチャンネルでは「一冊の本との出会いで人生は変わる」をテーマにさまざまな本を紹介する中で自分を見つめ直すきっかけになったり幸せな未来を築いてほしいという願いを込めて発信しています。何か一つでもあなたの参考になれば幸いです。それでは次回の動画でお会いしましょう。